ジョシュア,アーロン・フェグリーは、アメリカ合衆国インディアナ州、ビンゴンテレホート出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。シカゴホワイトソックスでの現役時代2009年の MLB ドラフト一巡滅移保で、シカゴホワイトソックスから指名され、6月25日に契約。契約後、参加の A 級カナポリス・インティミデーターズで、プロデビュー。52試合に出場して打率。 224、9本類三33打点、1盗塁を記録した。2010年は、アパラチアンリーグのルーキー級ブリストルホワイトソックス、AA 級ウィンストンセーラムダッシュ、AA 級バーミングハムバロンズでプレー。AA 級バーミングハムでは18試合に出場して、打率。292、2本類打、13打点を記録した。2011年は、 AAQ バーミングハムとトリプル a 級、シャーロットナイツでプレー。AAQ バーミングハムでは94試合に出場して打率、242、7本類打、50打点、1盗塁を記録した。2012年はトリプル a 級シャーロットでプレーし、102試合に出場して打率、266、6本類打、48打点、3盗塁を記録した。 オフの10月4日にマイナーリーグのローリングスゴールドグラブ賞を受賞。11月20日にホワイトソックスとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2013年2月22日にホワイトソックスと1年契約に合意。3月15日にトリプル A 級シャーロットへ配属され、開幕を迎えた。開幕後はトリプル A 級シャーロットで61試合に出場。 打率316、15本類四41打点、1盗塁と好成績を残し、7月5日に保守のヘクター・ジメネスがディーフとなったため、ホワイトソックスへメジャー賞を獲した。同日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビュー。8番保守として先発起用され、3打数1安打2打点に三振だった。月日のフィラデルフィアフィリーズ戦では、 延長13回裏から、プロ入り後初めて2塁の守備についた。その後は、タイラーフラワーズの故障もあり正保守の座を獲得。この年メジャーでは65試合に出場して打率。206、4本塁打22打点、2盗塁を記録した。2014年3月1日にホワイトソックスと1年契約に合意。3月19日に、トリプル A 級シャーロットへ配属され。 開幕を迎えた。2014年12月9日に、ジェフサ・サマージャ、マイケル・イノアとのトレードで、マーカス・セミエン、クリス・バシット、ランヘル・ラベロと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。2015年は2番手星として73試合に出場。打率は249と低かったが、シーズンの半数以下の出場試合数で16二塁だ。 9本塁打を放って34打点を記録した。2016年は控え保守として26試合に出場して打率。256、1本塁打、10打点を記録した。また投手としても1試合でマウンドに上り、0.2イニングを無安打1、脱三振で切り抜けた。2019年オフの12月2日にノンテンダー、FA となった。 2020年1月17日にシカゴカブスとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ20日に正式公示された7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした8月30日にホセマルティネスの加入に伴ってリーフとなり9月3日にマイナー契約となった9月30日に メジャー契約を結び、ポストシーズンのロースターに名を連ねた。オフの10月28日に FA となった。2021年2月3日に現役引退を表明した。ありがとうございます。